はい、どうもルルシュでございます。本日は久々にモンストのガチャを引いていきたいと思います。本日は3月1日ですので、もちろん超獣神祭を引いていきたいと思います。で、今応募が117個しかないので20連しかできないんですけども、よろしくお願いいたします。私、超獣神祭に関しては最近追加された新キャラ結構持ってないので、ちょっと狙っていきたいと思います。やっぱりこのアルセーヌさん欲しいでございます。はい、では行きます。行きます。ちょっといつもね、確定演出見逃すから、ちょっと見逃さないように気をつけます。行きます。まず今んとこないね。行きます。では3月、また今日から1ヶ月頑張っていきましょう。ストライク、ショット、右回り。はい、確定演出ないですね。いやー、もうね、令和3年の3月ですよ。もう早い早い。おっと、この方は、この方は、はい、おっと、はいはいはい、引きは悪くないよっと、最後に最後に。いやー、イケメン。え、待って待って待って、引きめっちゃいいよ。引きはめっちゃいい。トルマリンさん、お、持ってなかったからこれは嬉しい。いや、私ローザめっちゃ持ってんだよね。めっちゃ出てくるんですよね、ローザ。ゲーテさん。ゲーテさん。あ、獣神化してる。あ、これ獣神化する前のが好きだな。イケメンだな。とりあえずイケメンだな。はい、とりあえず10連はこんな感じでございました。悪くないよ、悪くない。非常に悪くない。では、いきます。いや、あっという間に治ってしまう。どうしようかな、どうしようかな。いやー、でもな。はい、不意のショットでございました。どうでしょうか。せい、いや、テキラ、テキラ、テキラ、おっと、はい、ということで、シャーロック・ホームズが来てくれました。ありがとうございます。私2体目かな、シャーロックホームズは。ちょっとね、シングルで数回弾けるので弾きたいと思います。シングルに目を見てみよう。いきます。ストライク、ショット。来なかった、来なかった。鳥トンじゃない、トリスタンのお父さんかな、トリスタンのお父さんでございました。はい、お願い、ちょっと確定演出が来ちゃおうよ。ちょっと単発で夢を見たい。いきます。ストライク、ショット。来ないか、来ないか。はい、単発2発目は、はい、そういう感じですね。もう流れがもうなんとなく分かってきたもん。はい、じゃあ最後いきます。ストライク、ショット。いやー、私パズドラでね、めっちゃいい引きしちゃったんで、多分運持ってかれたかな。はい、もう安定感のある単発でございました。はい、はい、ということで本日はモンストの超獣神祭を20連ほど、23連かほど引いていきました。とりあえず新限定というか、最近出たキャラは出なかったんですけど、シャーロック・ホームズが1体来るというね、まあ、引きは悪くなかった。20連とも。そんな悪くなかったんだけど、ちょっとお前方のキャラは来ませんでした。はい。また来月かな。はい。引きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、ちょっと最近ね、あんまり妄想できてないので、ちょっと、ぼちぼち頑張りたいと思います。はい。ちょっとガチャが短めだったんで、今日は雑談ちょっとだけさせてください。はい。ちょっとオタトークになっちゃうんですけど、最近ね、呪術廻戦のアニメをね、見てたんですけど、漫画を全巻買いました。今出てる。ね、14巻かな ?14 巻まで買って、めっちゃがっつり読んだんですけど、めっちゃハマりました。結果めっちゃハマりました。素晴らしい。私的に、まあ、鬼滅も相当面白かったんですけど、呪術廻戦の方が、こう、私的にはドハマりしてますね。キャラとかも。だからキャラ的には、鬼滅は、ぶっちゃけそこまで熱入ってなかった。もうキャラ、好きなキャラはもちろんいるんですよ。煉獄さんだったりとか、
あとは天元様とかね、好きなキャラ結構いたんですけど、なんかそのなんていうんだろうな、グッズを熱狂的に集めたりとかそこまでは行ってないんですけど、今回呪術廻戦に関してはもうね、結構グッズに手を出しそうになってる、ものすごく。私の推しキャラがね、みんなにめっちゃ叩かれそうなんだけど、めぐみパパがすごい好き。うん。いやー、なんかダメだよね。なんか、ああいうキャラ好きなんだよね。ああいう、なんだろうね。もう、周りから見たら絶対こいつダメ男やんって感じなんだけども、なんか、結局なんかそのダメ男になった理由が、なんかちょっとあるじゃん。あるじゃん。めぐみパパが。そう。あとは、なんかめっちゃ強いし、まあ見た目が単純に超好き。目つき悪い感じとか、超好き。今のところ私の、呪術廻戦のトップ3の推しキャラが、五条先生、めぐみパパ、あと犬巻くんかな。やっぱ犬巻くん結構、やっぱ好きだわ。好き。結構好き。うん。この3キャラがね、めっちゃ好きなので、ちょっと今後もね、追っかけていきたいと思っております。確かもうすぐ15巻出ますよね。めっちゃ楽しみなんですけど、はい。ちょっと、心待ちしたいと思います。新刊を。はい。では、本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければポチッと押してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。じゃあねー。バイバーイ。